どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回もね、幸福の科学さんが私の家のポストにね、いろんな書籍を入れてくださいました。いつもありがとうございます。もう全てね、読まさせていただいております。ただ理解が進んでるかどうかちょっと自信がありませんね。まず1つ目、幸福の科学、映画レッドイットビーっていうものがね、ここにありますけども、いつもね、幸福の科学さんはクオリティの高い映画を作ってらっしゃるんですけども、そこに出てくる俳優さんとか監督さんとか、それから台本とかね、私知らない人ばかりなんですよ。でもすごく出来栄えが良くって、で、上映映画館もね、結構あるんですよね。まあ皆さんはね、ご覧になったことがあるでしょうか。多分幸福の科学の会員さんぐらいしか見に行かないんじゃないかなと思いますけども、でもね、これ私もね、一回も行ったことないんですけども、いずれ行ってみたいなと思うんですよ。ぜひね、幸福の科学の会員さん、よろしかったらお誘いいただければ一緒に行きたいと思いますんで、よろしくお願いします。ということで、まずは1冊目、レッドイットビーですね、特集されておりました。実話に基づく5つの心霊物語ということで、いや、月刊ムーとかをね、読んでいた私としてはね、すごく興味深い、そんな内容になってますね。はい、それでは映画にお誘いいただきますよう、よろしくお願いします。